お前、ランダムコースの意味ねえだろ、これ。さすが配信日だわ。はい、というわけで皆さん、こんにちは、のぼるです。今日はね、ついに配信された、マリオカート DLC 第6弾、7弾、忘れたけど、最後の弾やっていきたいと思います。ファンキー多くね。いや、そりゃファンキー使いたくなるよな。俺はファンキーでハンゴンバイクで、ここは Wii にもリメイクされていたコースで、もう俺が1位になる理由しかないでしょ、これ。一応ね、今も全キャラ1位企画は継続中ということで、ここで1位を取ったらファンキーは一旦お別れなんだけど、なんかキャラ性能もちょっといろいろ変わってるっぽいから気になるところではあるんだけど、まあひとまず走っていくか。あと打開ができなくなってるらしい、どうやら。打開する時のアイテムのが悪く、道狭くなってね、こんな狭かったっけ。なんか打開のアイテムが悪くなってるらしい、どうやら。うわ、コイン配置多くてめっちゃ助かるけど、出た、2位で相変わらず、俺はコインを引かされるのか。てか3位だったか、今。2位か、さすがにわかんないけど、ちょっと、1位のファンキーどうするか、あれ。ここで何が出るかだよな。キノコとか出てくれたら、あー、ショットカーいけたんだけど、あれ何、もしかしてニスクできる感じ。いや、でもそんなに速くなってない感じがするな、あいつも。どうなんだろう。ノーアイテムで行っても良さそうかもしれない。いやー、それやばいな、怖すぎるんだけど。早めに解除しとくか、早めに解除しとこうか。こうして、あぶねえ。早めに解除したつもりが全然早めに解除できなかったけど、ここコインとか出ないでね、マジで。オッケーオッケーオッケー、ちゃんと防御出てくれた。ちょっと歩道入った方が良かったな。こういう不意の赤とかも避けれたりするんだけど、赤潰されちゃったな、このベビールイージに。それコイン拾いに来てこっち来ないでって感じなんだけど、あー、コイン拾われちゃうか。このボムどうしよう。ちょっと待って、お前踏み潰したかったんだけど。ここはもう一ちょ、MT 出して、ここはこう、おい、マジか、お前なんでそんなことしてくんの。ちょっと三つどもえって感じだけど、あとは総力差、総力差で勝っていけ。ただ軽量級なんかには負けない。あー、でもここ SMT じゃない、あれ取れたな、 SS。 ここはさすがにもうインついて、あー、いや、つくべきじゃなかったかな。うますぎそれ、マジかよ。今1位の流れじゃんか。おい、気持ちよく1レース目勝たせてくれよ。さあ、続いてのコースはパックン神殿。ん？キャラクターは、キノピーチに変えてきましたというわけで、本来であればちょっとあのままね、ファンキーコング使っていかなきゃいけないところなんですけども、ちょっとね、さすがに新キャラ使いたかったってことでキノピーチしてきたんだけど、何あいつ、何、ちょっと待って、このコースも初めて出した。あ、なんでなんで、イカちゃんがいるわけ。イカちゃんというか、何、何だったっけ、あれ、ゲッソーか。ゲッソー、あれ何、なんかミーのアミーボなのかな、これ、わかんないけど。とりあえず、このコースは何だ、どこに走っていけばいいんだ。セクションコースなのか、ここ。一応そうっぽい感じだな。俺なんか前走っちゃってるけど、俺道分かってないのに前走っちゃっていいのかな。駅伝で一番前の選手が、道分かってなかったらちょっとやばい気がするんだけど、ここはあれだね、ドリフトで落ちていった方が良かったパターンだね。これはダートっぽいよな。こっち行くんだ、オッケーオッケー。ここは EMT 出せる。コインが欲しいけど、うわ、めちゃくちゃ滑るな、ここ。ちょっと待てよ。SMT 出して、な、一周長くね、めちゃくちゃ。一周が長いだけで別にセクションコースではないのか、それとも、普通にセクションコースだけど、みたいな感じか。いや、セクションコースなんだ、ちょっと待って、そこの設置は不可避だろ。一旦お前に譲ろうと思ったのに、なんで打ってくんの、わざわざ。ここはさすがに2個投げちゃって、ここからどうしていこうか。ここ道太くていいね。なんともいい。ちょっと待って、どうなってるか全然わかんない。こっち、なんかテンプルランを思い出す感じだな。ちょっと待てよ。どうしよう。あれも一応神殿だから、そりゃそうか。ここはダブル割って、なんですかそれ。意味わかんないけど、リカバリーのキノコ使いつつ、ここはダートっぽいよね。ちょっと待って、そこ反射しないのか。UMT 出しながら、後ろのミドさん怖いけど、インついて怖ぶね。一旦後ろ投げして、あー、亀じゃない。甲羅あんのか。甲羅じゃない。貝殻。ちょっと待って、そっち、左行くんじゃないんだ。うーわ、めちゃくちゃくねくねじゃん。逆半切っちゃったけど、危ない、ギリギリセーフ。ここは、UMT、ねえ、なにそれ、横っ腹貫かれたんだけど、嘘でしょ。ここはダブル割って、
とショート化しつつ、んー、なんだこれ、上行けんの、何これ、上は行けないのか、一番最初に上に行けたよっていう話であって、ちょっと待って、滑りすぎ滑りすぎ、あいつ前投げしたな、じゃあお前も食らって、こいつを後ろに下げて、こいつを防御代わりにしつつ、いやーでも3位か前のやつめちゃくちゃ速かったな、走り慣れてんのかな、いや慣れてるわけはないか。さあ続いてのコースはクッパ城3、キャラクターはポリーン市長でございます。テカテカスーツ着てんな。クラクションは、あ、何これ、なんトゥルルトゥーって言ってるなんかいい音色してんねクッパ城3ってどんなとこだっけ、俺走ったことないかも、なんかこっち見てきたんだけど、うわなんかすげえマイク持ってこっちに訴えかけてくるんだけど、ポリン市長こんな市長かっこいいけど、ちょっと待って、ここは一旦インつきながら、ちなみにポリン市長の性能はどうだったっけ、準重量だからロゼッタとかと一緒らしいね。おバカ野郎お前、時代の敗北者が後ろ下がってる、まずい、ちょっとその木野さん、めちゃくちゃインつきながら、おーっとここのインのつき方気持ちよ、ちょっと待って、これ左ダートだな、これで一周ね、オッケーオッケーオッケー、でなんか、ま、あ前争いに負けたやつもいるけども、ここで一旦この木のピーチに走らせつつ、俺は2位でいい、や俺も時代に負けてしまったどうしようかこれ、これ一旦ケツつけておきながら、このパイプ触って UMT 出して、いやでもここ結構あれじゃない、ハング得意そうな感じがするけど、どうなんだろう、結構ハングコースになりそうじゃないか、そんなことはないかな、いやなりそうな気がするけどな、ここの DD をちょっとどうするか、こいつ DD だよな、ショート化しに行ったか、危なすぎそのバナナ、ここ、うわー、咎めていきたかったんだけど、ちょっと無理だったか。ただ、あいつ、だいぶ苦しいでしょ。でも、後ろ、おい、ちょっと待って、強くね？それは強い。ここでショートカ決め込んで、インのアイテム割りながら、そこ何？なんで、なんでそこ、どういうこと？なんで、コインじゃない？なんか、なんだったっけ？あれ、三角コーンが置いてあるんだ。それ食らうか、さすがに食らいながら、キノコ復帰してって、SMT で妥協しつつ、なんか上行ってるやついいね。何それ？意味わからない。どういうところ？わかんないけど、とにかくインついて、ここ最後に、待って、トゲ来て、な、嘘でしょ俺、さっきからなんか、神がかった、あれ食らうんだけど、マジで今のありえない。嘘でしょ、絶対1位だったじゃん、今の。さあ続いてのコースは Wii レインボーロード、キャラクターはディーディコングに変えてきましたというわけで、めちゃくちゃ綺麗だな、なんかカードゲームのキラーカードみたいな地面してるんだけど、ディーディのクラクションは、ああこれか基本的にはあれか、ドンキーと同じかな多分。ちょっと待ってお前、それ即投げはきしょいってちなみにディーディの性能は軽量中量級の中で一番軽いっていう、イカちゃんとかネコピーチとかと同じ性能ですね。うわ懐かしい、このジャンプアクション地帯で、ここキノコあれば真ん中突っ切れるみたいなやつだよね確かね。あぶギリギリじゃん、あぶねでここ左飛んだらうまいことなんかショート化できるみたいなのあったような気がするけど、ここハーフパイプ、あハーフパイプじゃない、あそうだ大砲あったわ、えあー一応 BGM 残ってた。で、ここがハーフパイプか。一旦、ちょっと待って、マジか、アイテム割れなかった。ちょっと待って、落ちるこれ。落ちはしない。Wii だったら多分落ちた気がするけど。OK、OK。いや、懐かしすぎる BGM まで。ここ、ドリフトしながら降りた方が良さそうな感じだな。ここは一旦ダッシュボだけ踏んどいて、ちょっと待てよ、これ。昨日逃げはちょっと弱いから、一旦キノコ消費して、ちょっと、ここだけアクセル離して、ちょっと待って、俺なんでこんなにあれ引かされんの？いやしかもここにアイテムあると思ったらなかったんだけど、ちょっとまずいか？ここ UMT 出しつつ、コイン使って、なんか食らってね。ねえ、お前マジでふざけ、いや、これ落ちる？うわもう最低、あ、懐かしい、それまで再現してんの。落ちてよかったかもしれない。それ見れただけでも俺なんかちょっと嬉しいわ。ちょっとこれも落ちるでしょ。懐かしすぎるこの演出マジで、あの演出のせいでめちゃくちゃ落ちる演出投げんだよな Wii のこここれどうしようマジ、アイテムちょっと少ない感じもするけど、これは一旦ここのダブルを割りに行って、ここドリフトしながら行ったら、おーおー、何え？これは想定された処理なのか、なんか早いんじゃね、なんか見つけちゃった俺もしかして
また自分なんかやっちゃいましたパターンかもしれないこれ。とりあえず次のアイテムは割りたいからここで使っちゃって、どこで、キラーじゃないスターに入っていくかっていう話だけど、まあ入るかここで盗まれても嫌だし入っちゃって、ダブル交換して何が出る何が出る。おお無敵ループしたのはでかい。ここで1個使っちゃってもう一個使っちゃってでそのまま即、スター入れて待ってまずいまずいすごくまずいブレーキめちゃくちゃ踏みながら OKOKOK セーフ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 。あーしかしサンダーは振らずか振ってもおかしくなかったと思うんだけどな。ここはゼガヒでもダブルでさっきの謎の処理ねえごめんなさい。おい嘘だろマジでそんなに戻されるえぐあーもう最悪今のなんかさっきのバグみたいな処理したかったのに一応あのハーフパイプみたいなところは踏まないとダメなんだなまあそりゃそうか。あー全然ダメだこれ11 せっかくの Wii のコースが。さあラストコースはゲームキューブから DK マウンテン、キャラクターはもう一度キノピーチに変えてきましたというわけでオフロード車みたいなのいるなまあマウンテンだし似合ってるかもしれないけどもキノピーチちょっと気に入ったな。これキャラ性能としては中量級の なんだっけヨッシーたちと全く同じキャラ性能してるからマジでめっちゃ強いし普通にキャラクターとして可愛いわ。あクラクションこんな感じだったんだそういえば確認しなかったな。おわここのイン攻めちょっとむずそう。いや俺さっきからミドスナめっちゃ食らうんだけどこれは普通にあえ今の止まった判定食らったのかな。いやなわけないよななんか今回のアップデートで止まりながらアイテム割ったり同じところのアイテムボックス何回も割ってると強いのが出なくなったみたいな、修正が入ったらしいんだけどちょっと待って周囲言ってるからちょっと外側ずれつつんーこれ早めに使っとくべきだったか。ちょっと待ってこれさインにショートカーあるよね。あーいけなかった。ちょっと待ってここでインのショートカーすんのハングめちゃくちゃむずいんじゃないのもしかしたら。ここはさすがに、ジャンプアクション出る出ないのか。あ出るよね。ちょっとアイテムを割りながらんー何が出るかな。ここなんかいいの出てほしいけど木の市かなんとも言えないアイテム引いちゃったな。ここのテレサは割と強いとは思うんだけどって感じだな。こいつこのキラー裏をもらいに行こう。なんかくれない？なんかもらえないっすかね。木の市か弱えなちょっと。どうするかね。ここ一旦コインは10枚にしていきつつねえやめて本当に本当にやめて。あー無理か。いやでも普通に行ってたらこのボム食らってたのかもしれない。ここのインの書とかちょっとむずくない？どうやってハングでやればいいのかわからないんだけど。ちょっと待って無理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 。このカーブ無理すぎるんだけど。一旦アシストつけつつここのジャンプアクションは決まる決まる。もう一回ぐらい決めれそうなもんだったけどいやーちょっとここは MT MT 出してからここ SMT でいいな多分。いやーダメか UMT までやらないとダメか。でも UMT までやるとちょっと大砲分の加速がもったいない感じもしちゃったんだけどここのイン攻め難しい。いやそのキラー強えなーマジで。ここなんかいいの出ない？なんかいいアイテム。なんだこのアイテムテーブルはどうしよっかなこれ。いやーそのコイン欲しいけどいやもらえないか。これどうするべき。このここの警告は赤は俺かわからないけどもこのハングだとショットカーはもうできないから諦めてこっからちょっとブレーキ踏みながらブレーキ踏みながらブレーキ踏みながらちょっと待ってマジで曲がりきれない。無理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 。待って待ってこいつ潰すこいつ潰すこいつ潰すさすがに。でここ脇の子で加速して2位か1位めちゃくちゃ逃げてたないや今回めっちゃ1位逃したしなもったいねー。